こんにちは、美容業界専門税理士の中島です。今日のサロン開業アカデミーのテーマはこちらです。私が独立で失敗した理由について。これ私って誰かというと僕です。私は今美容室専門税理士として、事務所を経営しているわけなんですけれども、税理士として独立した時に実は失敗しています。失敗しているから今があるわけなんですけれども、失敗して、おかげさまで税理士という仕事は続けていて、今美容室専門税理士という形で仕事をしている。別に今ね成功してるっていう話じゃなくて、あの時失敗したんですよ。失敗した時の体験談を、これから独立をする人にとって、役に立つといいなということで、自分の恥ずかしい話を、させていただきたいなと思います。ではですね、今日お伝えしたいことが3つありまして、あんまり恥ずかしすぎる内容はちょっとまたおいおいですね、あの動画でお話できたらなと思うんですが、まず今日は、全体というか、役に立つ失敗談がお話できたらなと思うんですが、まず一つは私の税理士としての独立開業がなんで失敗したのかということをお話をします。で、2つ目はですね、自分の業界、僕で言うと税理士という業界の間違いというか、自分から見て気づいていないけど人から見たら間違いじゃないっていうふうな、人から見た間違いに気づけるかどうかというお話、そして3つ目が、サロンの独立は失敗してもらっちゃ困るわけですね。絶対に失敗しちゃダメなんだということで、当たり前の話なんですが、失敗していいよなんてないからね。でも僕は税理士事務所として、ある意味独立で失敗して、しんどい思いをしたので、サロンで独立をする人がそんな思いをしないように、ぜひですね、少しでも役に立てればと思ってお話をさせていただきます。で、最初失敗って言ってますけど、どんな状態だったのかというと、税理士という資格を持って税理士事務所で、経験を積んで、よし自分の事務所を持つといつか独立するぞって言って、意気揚々と自分の事務所を構えて、看板を出して、契約して家賃払ってとかいろんなね、契約をしながら独立をしたんだけれども、結果として何が起きたかというと、全く売り上げが上がらずですね、そしてのれん分けといって、前の勤めていた事務所のお客さんを何人か、いただいて、引き継いで独立をしたわけなんですけれども、折しもリーマンショックの後ですよね、経営が結構、周りの経営が苦しくいる状況が続いてしまったこともあるけれども、それ以外に要因もあるけれども、どんどんですね、引き継いだお客様が契約解除であったり、お前とこ高いからって安くしてくれとか、申し訳ないけどもちょっと他の税理士を変えるとか、そんなことが立て続けに起きたんですよ。もう、毎月10万とか15万とか結構ね大きな顧問料をいただいてたお客様がポンポンとなくなってしまって、契約がなくなってしまって、いきなりこう売り上げが立たなくなるような状況が起きちゃいました。で、それね、リーマンショックのせいにしてるけど、実はそこじゃないです。本当は本質的になぜ失敗したのかというか、それいうことによって経営が苦しくなっちゃったんですね。単純な話で言うと、お金がなくなっちゃったんです。貯金が最終的にはあと60万ぐらいかなというところまでみる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 減ってしまった。で、折しも独立した時って子供が2人目生まれててですね、はっきり言ってノイローゼのような状態になりました。どうしたら売り上げ上がるんだろう。税理士事務所はこういうふうにお客さんが増えてくんだろうとか、人のことを妬ましく思いながらやってましたね。で、全然売り上げが上がらないなって、どうしたらいいんだと思いながら、だんだんノイローゼになっていくというような状態になっちゃった。でも本当に預金残高がなくなったっていうのが、僕の中でのある意味の失敗だということでお話をしています。で、なんでそうなったのかっていう本質的な理由は、単純に僕の、税理士だから失敗したんじゃなくて、僕の圧倒的な実力不足が原因だったと。その時気づいてないんですよ。それなりに経験積んで、よし行くぞ挑戦するぞっていう気持ちで事務所をやったんだけど、結果として考えれば圧倒的な実力不足で、それが故にお客さんが離れてしまった、もしくは高いと言われてしまったっていうのが、本当の結論なんだけれども、もう一つは売上の上げ方知らなかったんです。どうしたら売上が上がるんだっていうことを全く知らなかった。もちろん税理士事務所のいろんな話も聞いてたから、いろんな勉強会に行って紹介してもらうようにするんだぞっていう方も聞いてたし、で、僕も実際そうしてました。でも確かに売上はお客様紹介していただくんですけど、年に1件とか2件とか、そういうペースですよね。でも毎月1件2件の契約がなくなっていく時に、もうそれじゃ間に合わないって、ラジが開かないと。で、通帳残高がなくなるし、っていうような状態だったから、もううまくいかなかった。で、根本的にはですね、実力不足ももちろんあるんだけれども、一番は僕の頭の中にある私は税理士だからっていう、この考え方がすっごい邪魔してたんです。これが致命的でした。
で、まあ、これ自分は税理士だからっていうのがどんなことなのかっていうのを少しお話しさせていただくと、これね、自分の業界の間違いに向き合えるかどうかって実はすごく重要で、でも自分は税理士だからっていう考え方を持ってたから、それが間違いだっていうことにも、え、何言ってんの、それ普通でしょっていうふうに思ってたんですね。で、それが何なのかっていうと、分かりやすく言うと、例えば価格とサービスメニューです。税理士事務所の価格って皆さんこうホームページとかで見たことありますか？あの、僕も税理士事務所いくつか電話しました、独立するんですけどって言って、こういう場合料金いくらですかって何箇所かに聞くと、みんな言うんですけど、みんなそれぞれ違うんですよ。でもそれがある意味で税理士事務所にとっては当たり前です。で、何してくれるんですかっていうことに、まあ、何するといくらなのかっていうので、まあ、例えば入力のボリュームとか相談する内容とか訪問する頻度によって料金変わるよって、これ僕にとってもその時当たり前だし、当たり前だったんですね。何が悪いのと、それが普通でしょっていう話だったんだけど、でもお客さんから見ると税理士事務所って何をしてくれるのかよくわからないし、何の対価としていくら、いくらで何してくれるのっていうのはようわからないわけです。言ってみればあのですね、カウンターの寿司なんです。いわゆる時価です。時価みたいなものです。だから頼むの怖いと、怖くて頼めないみたいなものにだったんだけど、自分は気づいてないんです。だって税理士として、税理士事務所だったらそんな当たり前でしょと思っていたから。だから自分の頭の中で、自分の業界の間違い、それを間違いとすら気づいていなかったっていうのが、実は売上が上げられなかった、経営独立が失敗した一番大きな要因だったというふうに思っています。で、まあ、あの、本当にまとめてね、お話しさせていただいたんですけれども、本当に致命的だったのは、自分は税理士だからっていうふうに思っていたことなんですね。もちろん実力不足ももちろんそうだったんだけど、あの、まあ、そいつはしょうがないと。だから、あの、それを補うために、まあ、一生懸命やりましたよ。一つの業界に絞ることによって、その経験値がわーっと詰まるわけですよね。だから今、美容室専門っていう美容業界に絞ったことによって、美容室ばっかりなわけですよ。そうするともう、申し訳ないですけど、毎日のように美容師さんと電話するわけだから、いろんな経営相談も毎日のように美容師さんと話をするんですね。経験はそれはたまりますよね。それでたまんない方がおかしいと。ということで、経験値はあまりにも実力不足だった上に、どっかの業者に絞ったんだけど、そうすることで経験値がたまったということ。で、やっぱり自分の業界の間違いに向き合ったということがすごく大事だったなと。本当に創業した当初ですね、それなりにうまくいっていたら多分僕こんなことしてないです。なんとなく売上が1000万超えて、おお、食えるじゃん、1500万超えていいじゃんとか、そんな風に思ってたかもしれない。残念ながら独立して最初600万ぐらいだった売上が、500万とか400万とかみるみる減っていくと、売上が上げ方わかんない、どうしようって言って、子供をですね、ちょうど生まれたばかりなんで、長男をこう引きベビーカーに乗せながら、次男を抱っこ紐に乗せて、年間パスポートの使える名古屋港水族館ですと、イラクを朝から晩まで夕方まで見るという、ちょっと怪しい人になっちゃってたわけですね。まあ、ちょっと鬱みたいな感じですね。だけど税理士として失敗したところで大して失敗はないわけですね。今考えると、ね、預金残高確かに減ってしんどかったけど、借金ないもんね、なかったんです。だから何度かなると、まあ今何度かなったんだけど、美容師さんってそういうわけにいかないですよね。1000万の借金を背負うわけです。多い人はね、多い人はもっと借金を背負うわけです。そして間違った立地を選んだらもう変えられないじゃないですか。立地を選んだら変えられない、規模もそんなに変えられない、人も採用したらなかなかそんな辞めてもらうなんてできないし、そんなことあるべきじゃないし、だからね、もう開業前に知っとかなきゃいけないことがあまりにも僕の税理士事務所としては桁外れに多いわけです。だから失敗は許されない。だから絶対に失敗しちゃダメですよと。失敗しないようにじゃなくて、失敗しちゃダメなんです。なので、なんで僕は独立前に必ず知っていただきたいことがあるということで、いろいろお伝えをしたいんですけれども、まあ、少なくとも自分の失敗談の体験をですね、少しでも役に立てたらなと。やっぱり美容業界に置き換えて考えていただくと、美容業界の間違いに向き合える方かどうかっていうのは、実はお店が成長するかどうかっていうのはすごくこうつながってくるんじゃないのかなと。まあ、これは僕の体験ですけどね。ということでですね、もっともっとお話ししたいことがたくさんあるんですけれども、またこれは別の動画でですね、ご紹介できたらなと思います。私が独立して失敗した理由とはについて、今日はお話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。